健康には気使っていこうよ坂口。体重はまやかしだぞバカ野郎。さあということで、うん、4月のね頭にね、うん、僕が、ダイエット10キロ8キロ10キロ成功しましたみたいなね、うんうん、動画が上がったんですよ、うん、動画上がったね、頑張ってたね毎日そば食べてどうやって10キロ痩せたかっていうのを解説するみたいな、うん、頑張ってたねでしょ。でも会う人会う人に痩せてると言われて、もうそれはもう俺も気づきましたよ、はい、篠が痩せてるというのは。であれからね今日でちょうどほうまあ5ヶ月ぐらい経ったんかな。なるほど。はい。であの時が体重がまあ多分70キロとか、うんうんうん、元が82から、うん、80とかから70キロまで痩せて、うん、はい。どう。で約10キロ痩せたみたいな動画を撮ったんですけど、うんうんそうねうん、あれから5ヶ月経って、5ヶ月ね、動画内でも、はい、これリバウンドすんのが怖いんちゃうとか。うん言ってたやん。言ってたね。周りにもめっちゃ言われてるみたいな。そばだけなんて生活無理やからな。そうそう。ほぼ、うん、結局はほぼ食べないみたいなダイエットをして、うん、10キロ1ヶ月で10キロ近く1ヶ月で痩せたから、はいはいはい、リバウンドすんねんみたいな言われてて、結局今半年が約経って、うん、現在の体重が、うん、73キロ。73キロ。3キロ増。そう。まあリバウンドか。どう？中リバウンドではないけど。自分的にはどうだろう。それはもう。まあでも。でもやっぱもうここまで。もうなんかそんな戻ることないんやって感じ。それ何も気にせず食ったり食べたりしてるけど、俺がその心配してるのは釧路のことというよりも、うん、あれを見てダイエット頑張ろうって思ってくれた視聴者の方々、うんうん、やっぱそば生活だけども、私も僕も頑張ったらこんな風になれるんだ、はいはい、って思って頑張ってた。しかし今釧路を見たら3キロ増だと、うん、リバウンドしてると、あれ私が信じたものは何だったんだ。3キロってそんな裏切ったこと。今もうビビってるよみんな。いやいやちょっと待って、もう俺が20キロ増えてたらビビってええけど、今も3キロしか増えてない。信用できるものを失ってるみんな。どうするよこれ。3キロで今だから、ね、あるってそんぐらい。小学校6年生の男の子が朝起きたら、うん、家に親も誰もおらんくなってる。そんなに絶望与えてる俺の3キロ。僕どうしたらいいの。いやいやいやあるけどな、そみたいな感じやから、これはねやっぱね、もう一回ダイエットするなのか、まあそれか、まあその僕はもうダイエットから足を洗いますなのか。いやいや別に3キロってそのあったし、その5ヶ月間の中で73になったことあって、はいはいはい、71まで落ちて、はいはい、72になり、うん、71になり、うん、で70また3になり、うん、72になり、うん、3になり1になりみたいなののサイクルを生きてきて今73で止まってるみたいな感じ。だってボディーランゲージが多いね。そんなことより外人と喋っとんかい。言い訳とかじゃなくてこれが腹立つと。これが腹立つと分かるわ口で。いやいや多いね。だから今日も別にこれをめがけて取りに来たんじゃなくて、うん、なんか取るっつって、じゃあちょうど約まあ半年ぐらい経ったし、はい、約半年ぐらい経ったから、うん、じゃあ取るかって言っただけで。なるほど。ちょっと頑張ったら今日も71とかにできてた。でも何も考えずに来たから73になっただけ。ああいやいや、でもそう普段の状態ボディランゲージ多いやろ今の。なんでボディランゲージも知らんねん。ボディランゲージ分かった。あーでも普段の恥ずかしい、うん、燃えちゃいますなんでやねん。もうボディランゲージとかもう燃えちゃいます。もうだから いやでも別に、うん、頑張ってはいい、頑張ってはというか、うん、あ元には戻らない、昔のとんがりデブ時代には戻らないとこっていうふうにはやってるし、多分ねもう戻れへん、この5ヶ月経って分かったけど、うん、まあ分からん、潜在的なところで意識してんのかもしれへんけど、はいはい、でもまあその苦しかった1ヶ月ほど、うん、全然今もう頑張ってないけどダイエット、うんうんうん、でももう別に戻ってない感じはする。ああもう73ぐらいがもうちょっと定着。まあまあまあ、でもそれでも太ってんねんけどな、来たみたいな感じか、うんうん、いやーどうしようかな。いや俺的には、うん、やっぱその頑張ってた時代の釧路がやっぱもうかっこよかったから。え？でもこの間も出番終わって楽屋行ったら作家さんがちょっと釧路なんか戻ってきたなみたいな。ないやちゃうよ、あったりとかで、その一時期に比べてなんか良くなったなみたいな言われたで。で俺は思いました、もう一度、まあ、あの時吉野さんとかとダイエット企画やってたけれども、うん、今もやっとるで。80キロからやってたやんか。うん、今この73キロをスタートラインにして、おお狛犬としてダイエット企画、はいはい、ああいいやんを打ちたいと思います。え、じゃあそれはタイカーとか、ごめんなんか今タイトルコールしようとしてたこのタイミングで喋りかけちゃったけど、ドゥルル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 ル
ほら、聞いたって。それやったんよ。お、やっぱ俺はね、でも罰ゲームとかもかけて。もちろんですよ。それがないと。やっぱ俺でも一回目はちょろっと言ったけど、うん、メゾン吉野さんと、うん、定点三兵衛、うん、ボニータ赤坂、うん、まあ俺、うん、あと吉野さんのまあ友達、はいはい、もともと同期のね、磯谷さんっていう今友達、この5人で坊主をかけてやったんよ。うんうん、で結果三部だけが三部が一番痩せれてなくて、はいはい、坊主になったんや三部はな。うんうんうん。でまあそれがあったから頑張れたっていうのがあるから。なるほどな。今小前ルートして第2弾ね、今日からスタートとして、いややるよ、73キロとして。何をにするかやな。だから坊主があの時はその家計の要素やったわけやろ。そうね。もうじゃあ分かった。はい。もし串野が成功したら、ほう、俺がおう、もう坊主よりもっと上、もういやいや、お坊さん、お坊さんになるわ。スキンヘッドなっても、いや、お坊さん、え、出家するってこと。いや、マイナスやろ、ほら、どないすんねん、俺。坊さんの向こう、坊主の向こう。いや、坊さんの向こうも仏ちゃん、だいあかんのちゃん。出家。え、だから出家で、釧路が痩せきれへんかったら、うん、出家。どっちも観音日和さんになるところ、俺らじゃ、もうええねん、そんな。ドドンヌさんの可能性もあるけどね。ドドンヌってないね。ドドンヌさんの可能性もあるけどね。おはよう。どうすんねん。じゃあ分かった。いやもうきついな。どれぐらいの期間かよな、まずな。俺もうしんどかったもん、あれめっちゃ。だから見てる人がどうかっていうのもあるよな、正直。もうこのまま太っていくのは嫌やと思うね。着実に太っていってはいると思うよな、だんだん戻りかけてはいる。だって何にも意識してまへんから。そう、これをここでそのままにしとくと、野放しにしとくと、僕これ80まで戻るな。まあまあ確かに。そう、戻る、今引っ張り直せるならここなのよ。まあだから今ちょっともう、だからタイムマシンで過去に戻ってきたとしたら今やな。そうそうそう、中学生が飛行に走りそうになってる子供が、はいはいはい、ね、で完全にもう夜更かしして友達とコンビニでたむろしてタバコ吸い出すようになったらあかんねん、うん、ここの一個手前で親は気づいて、気づいて引き戻さなあかんねん、うん、分かった。そこが今はここやと思って。分かったで、長い、分かったで。さあで、まあ、どうやって引き戻してくれるかによるよな。あの時代ぐらいがやっぱ一番良かったんちゃう。70キロ、70、まあ、まあ73ってあんま変わらんけどな。69、うん、68、こっから5キロ。だからあの時よりかはちょっと痩せてほしい。あ、68、67。なんで65。無理やて、10キロやないけお前。65キロでどう、目標。いや、やばいってお前、こっから10キロ痩せるもう死んでまうと。俺そのぐらい3ヶ月。いや、しんどいな。そのぐらい3ヶ月で65で、で65ってもうガリガリやで。悪いけど65で、そうやで。だって俺の身長ぐらいの適正体重とかになってくるから65って。ブレてまうやろ、ほなお前がガリガリすぎて。だってそのな、体重さちょうどいいのが15キロとか言わん。身長や、キスのコンビで体重の差が15キロ。いや、まあ、ありそうっちゃありそうやけど。俺が50、そう、デコボココンビじゃないけどガリ太みたいな。俺が53キロやからガリガリになっちゃうやん。68キロか。いや、俺60、え、68、俺が53キロやから、まあ、15キロプラス68キロ。おー、ちょうど漫才しやすい53キロな、体重差。ちょ、これが68を3ヶ月後目指して。え、いいぞ、余裕やで、お前。悪いけど、え、いいよ。え、そ、対価何、対価、え、3ヶ月で5キロやろ、余裕よ。シャリモニ5個。シャリモニ、何シャリモニって。俺が大好きなグミ。いらんて。シャリモニ5袋いらんて。ご褒美じゃ頑張れへんって。しゃぶよ、しゃぶよ、一おごり行きましょう。しゃぶよ大好きですか。めっちゃ好きやん、お前。しゃぶよ一番高いコースだ。国産牛あるやつ。いやいや、ダメ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 。なんでお前がご褒美あげる側でしょ、しぶっとんの。そうやったら65キロやで。え、じゃあ待って、シャリモニじゃなくて、え、シャリモニの一番高いコースは。ないわ、シャブヨ、シャブヨみたいに言うな、お前。シャリモニの一番高いコース。シャリヨちゃうねん。シャリモニの一番高いコースなんかないわ。シャブヨやろ。シャブヨの一番高いコースでいくら ?35 とか。まあ5000ぐらいじゃん、高くて。5000か。高くてな。え、じゃあ例えば、シャブヨの一番高いコース5000やったとして。ジョジョ園とかでやんねん、こんなん。売れてなさすぎるやろ。誰がシャブヨの一番高いコース。いやいや、じゃあ贅沢ですよ、シャブヨの一番高いコース。いやいや、贅沢ですよ、シャブヨさん。それでスカイラークさん、僕は大好きですから、シャブヨ。あれな、この自動のこれが運んできてくれる、ね、ロボットがね、ビー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 って運んできて。僕はシャブヨ大好きですからね、はい。じゃあ分かったら、もしだから68行くなら、僕はもうそこはもう意を決して、シャブヨの一番高いコース。
一番高い、国産食べ放題の食べ放題寿司もつけてや。冷凍のカチカチの寿司あれうまいね。冷凍のカチカチの寿司、スカイライクさん聞きましたか？聞いてないよスカイライクスカイライクさん、スカイライクの偉い人これ聞いてないよ。スカイライクのあの運んでくれる機械の人聞きましたか？機械人ちゃうやろあの人、ね、ロボットな。忙しいのいつもありがとうございます。あれ危ないね、危ないね、あれぶつかる、あれ俺らはぶつからへんけど子供を見るたびヒヤヒヤするんだよ、あれ危ないね。であれ自分あの頼んだやつ取った後ボタン押すんか押さへんのかどっちか分からへんね。あれ押さへん、押さへんね、あれ押さへん、取るだけで、取るだけでいいんや。日高屋は押す、で完了押したら下がって、ええー、ねん、そのしゃぶ用のお前。分かった、しゃぶ用岡太郎の会社よね。よし、じゃあ俺はしゃぶ用出すよ。まあ高いコース、その5000円までや。3ヶ月で5キロ、1ヶ月でええんちゃう5キロやったら。うんうんうん、え1ヶ月で5キロはね、これ正直できてまうんですよねって俺知ってんねん。なるほど、3ヶ月で5キロとかの方がむずい、むずい、ね、あーなるほどな、継続させないかんからな。わかった、よし、じゃあクリスマスプレゼントな、もし3、5キロ痩せたら、うんうん、プレゼントとしてしゃぶよ、いっちゃん高いコース、おお5000円まで。わかりました。そんかに痩せれへんかったら、はい、じゃあ分かった、いいこと考えた。なんやこうしようよ、中村の分もにしよう。むむカビラ J 好きやなお前。むむで、もし俺が負けられない戦いが、もし俺がそこにはある、俺がもし無理やったら、うん、中村の分もお前の分も出してしゃぶよ、行こう。むむ T ポイントカード、なんでそんなすんねん。むむ嫌や中村、嫌な、いやいや、自分の分自分出していけや。ええやろお前、いやなんで嫌やねん。1万やろ、そんなんもう1万円かかるやん。いやでも俺も無理やったら払うって、中村の分も。あ、なるほどね、当たり前、そういうことか。だから中村も、だ中村はどう何があったってしゃぶよくえんのよ。え贅沢かい、ただご褒美かい、やどっちかの金で。まあでもそれは YouTube でやってる意味があるから、それは。はい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 、うん、いいよ言うたね。損代わりあれな、その5000円はもうほんまもう診察な。ええよ損代わり、どういう意味なくなんねんで。ええよしゃぶ用に払うねんで、診察なその代わり。もうええよ、よし、じゃあもうそれでいきましょう。今日何日、9月9やから9日、まあ12月9まで、はい。でこれもう嘘抜きで俺73やったから、うん、68ね、測りました。もうその時はもう体重計持ってきて、はい、そこで68キロ台やったりってこと。はい、68以下。あ、じゃあ 67.9 からが OK ってことね。68から下や、せやな、68は OK。 ああそうなの、68ちょうどは OK。 8.1 はダメ、まあ、じゃあもう 67.9 でいいよ。 67.9 で、9ででしゃぶようで、しゃぶよう、はい、わかりました、はい、決定ね。で中村の分もね、はいはい、3ヶ月後皆さん、はい、お楽しみに。お疲れ様。